お風呂っていうよりホテルですね。What? これがね、もう本当にタイムスリップしたかのような感覚なんですよ。驚くのはまだここじゃないんですよ。実は、はい、あそこは、はい、混浴になってるんです。もうこんな感じですよ、だから。これカップルですよね。カップルとか、ご夫婦とか、普通に入ってるんです。まあ、日本もあるでしょう。この女性は働きますよ、でしょ。あの、男性、あの、なんだっけ。ソープところ。ソープ。だからそれは何ソープランド、はい、ソープランド。はい、そのところ。ソープランドみたいよ。はい。はい、そのところ。はい、はい。全く別物だよ。あ、オッケー、はい、はい。MC のMamesukeです。よろしくお願いします。今回はですね、こちらのメンバーに来てもらっております。よろしくお願いします。はーい。はーい。はーい。よろしくお願いします。今回のテーマはこちらです。忘れられない旅飯スペシャル。イエーイ。旅の季節がやってきたということで、今日はですね、これまで出かけてきた思い出の旅、思い出のご飯を教えてもらいたいと思います。まずは今回ですね、私マメスケからプレゼンさせていただきたいと思います。はい、みんな俺のプレゼン術真似してね。はい。まず最初私がね皆さんに紹介したいのはですね、保養地の町をご紹介したいと思います。うん、ドイツにちょっと僕の友達が遊びに来て、ジャーっていうところでドイツの観光地に、まあ、僕も旅したんですけど、南の方にある町なんですけど、バーデンバーデンっていう町があるんですね。バーデンバーデン、これどういうことかっていうと、バーデン、バード、入浴する、日本語で言うと温泉、温泉みたいな、そういう温泉の町がドイツにあるんですよ。まあ、なかなかねいろいろ観光地があって、こんな感じのね街並み、綺麗な感じ。綺麗、はい、これがね、そのトリンクハレっていうギリシャ様式の建物なんですけど、なかなか綺麗じゃないですか。いや、本当に綺麗。古城とかもすごいなんか雰囲気あるところで、こういうとこ歩くだけでもね、なんか中世の街に来たような、うん、なんかそんな雰囲気の街なんですよ。はい、やっぱりですね、ここの目玉が温泉施設が結構あるんですけど、その一つがですね、カラカラ浴場っていうのがあるんですね。カラカラ浴場？温泉があるんだけど、水着を着て入るような温泉施設なんですよ。うん、はいはい。で、もう長時間ゆっくり使って、どっちかというとレジャー感覚で楽しめるのがカラカラ浴場なんですね。その中で、僕が今回紹介したいのはこれじゃないんですよ。ドイツにですね、フリードリヒ2世って言って、プロイセン王と呼ばれる、まあ、偉人がいるんですけど、まあ、その、偉人の名にちなんだフリードリヒス浴場っていうのがあるんですね。それがですね、こちらの建物なんです。ちょっと見てもらうかな、はい、外観をまずちょっと見てください、はい、お風呂っていうよりホテルですね。これすごいでしょ。ホテルっていうかすごいお城みたい。うん、これね1877年に建てられたルネッサンス風の浴場なんですよ。実は見えないでしょ、浴場に。はいはい、全然、うん、ちなみにシドニーさん、日本の浴場って知ってます？スーパー銭湯とか、うん、温泉施設って、はい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 、日本の温泉施設って巨大な空間に大浴場があったりとか、ジャグジー風呂があったりとか、はいはい、でちょっと離れたところに露天風呂があったりサウナがあったりみたいな、はいはい、お台場のところ、うん、あ、知ってる？知ってますよ、はい、あれがまあ僕なんかで言うと、あ、温泉施設ってああいうものだなと思ってるんだけど、うん、ここのフリードリヒス浴場は全然違うんですよ。全然、はい、コース風になってる温泉施設なんですよ。どんなコース？温泉施設なんだけどコースになってるんですよ。これがフリードリヒス浴場のすごいところなんですよ、うん、さあ期待が高まってきたところで写真見てみましょうか。はい、まずはこちら、これですよ。これがまずシャワーなんですけど、これちょっとね、写真だと伝わりづらいんですけど、通常のシャワーって、なんていうの、これぐらいのシャワー口でシャーって出るじゃない。うんうんうん、わかる、はい、ところが、あのフリードリス浴場、
あれすごいでかいんですよ。あのすごいでかいのでジャーってくるからもう滝みたいなシャワーなんですよ。もうこの時点で、はい、何これってちょっと感動するぐらいのシャワールームなんですよあれ。はいはい、おー気持ちいい、はい、そうめっちゃ気持ちいいの、うんうん、でかいからこんなでかいと気持ちいいんだってぐらい気持ちいいのよ。でシャワー3分いきます。で、はい、その後48度のサウナ5分、うん、58度のサウナ5分みたいにちょっと温度変えながらじわ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 体を温めたりするんですよ。さらに、マッサージと赤すりとか、あ、45度のスチームサウナとかいろいろあるんですよ。すごいでしょ、なんかちょっと趣ある感じでしょ、はい、温泉も36度と34度とか、まあ、それに10分15分とか浸かるんですね、うん、で最終的な、まあ、一番メインのお風呂になるのがこちらなんですよ。ちょっと見てください。もうローマ式の天井で、これがねもう本当にタイムスリップしたかのような感覚なんですよ、はい、なんかテルマエロ前って本当にあるんだなって思っちゃった。そう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 、ああいう世界まさしく、すごい。でこれね結構深いんですよ、うん、深くて立ったまま入るような感じなんですよ、うん、え立ったまま入るの、それぐらい深いの、深いの、へえ、うん。でシドニーさん、うわ素敵なリアクションだな、もう素敵なリアクションありがとうございます驚くのはまだここじゃないんですよ。実は、はい、あそこは、はい、婚浴になってるんです。要は入り口はですよ、男女バラバラけど、うんうん、コースを巡って最終的にたどり着くとあそこ婚浴になってるんですよ。リアクションしないな。もうなんでだろう、ちょっとドキドキですよ。そう、なんか私ドイツ人の友人が、うん、ドイツの温泉は婚浴だって言ってたことがあって、あーこれのこと言ってるかもしれない。そういうところが多いんだよって言われたことがあって、嘘だって思ってたんですよね。今マメスケさんの話聞いて、え本当だったのってちょっとびっくりしてる。本当俺も実際入ったから分かるけどいるからね本当に、うん、さっきのカラカラ浴場みたいな水着つけて入るけど、こっちは全裸だからね、うん、え男性全裸で女性水着着用なんですか？ノー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 、お互い全裸。本当に温泉シドニーさんいい顔してるな。もうこんな感じですよ。だからこれカップルですよね。カップルとかご夫婦とか普通に入ってるんですよ、うん、それは他の人がいても大丈夫なんですか？家族とかやったらいいかなと思うけど、はい、ねえ、うん、ね、まあ何をもって大丈夫かどうかってあれですけど、まあ、これこんな感じです。別に他の人がいたら他の人がいるなっていうだけの話ですよ。それ喧嘩とかなんないんですか？俺の彼女みんなみたいな。いや、そこはならないでしょ。別に大人はどうしたら。ならないんだ。うん、逆にちょっとジロジロ見てたら、なんやねんっていうことになるかもしれないけど、そんなことはない。でも女性は、すごいです。あの、この写真、女性はお客様ですか？お客さんだね。まあ今のイメージ写真でね、別にこっそり隠し撮りしたわけじゃないから。でも日本もあるでしょ。この女性は働きますよでしょ。あの男性、あのなんだっけ、ソープところ、ソープ、だからそれ何、ソープランド、はい、ソープランド、はい、そのところソープランドみたいよ、はいはい、そのところ、はいはい、全く別物だよ。あ、はいはいはい、シドニーさん、あれ温泉じゃないよ。温泉じゃないよ、それシドニーさん。間違った認識だよそれ。でもあれが最後じゃなくて、その後にまだちょっと水風呂とかあるんですね。でもうレストルームがあって、でどうなるかっていうと、ちょっと最後水風呂入るんですね。で体冷えるじゃないですか。で、うんうんうん、その冷えた反動でちょっと人間って体温まろうとするところに、巨大なバスタオルでミイラみたいに体包まれるんですよ。でそれで寝るの30分ぐらい。
窮屈になってミイラみたいに巨大なタオルでくるまれた状態で30分ぐらい寝るんだけど、もうさっき冷たくなった体がポカポカしだして、もうカランってもう極上の眠りの体験ができる。うわいいな、いいでしょこれ。まあ39ユーロかな、あのマッサージ付きで、まあ、4、5000円ぐらい、レベル的にはそんな感じで味わえるんですけど、僕の人生の温泉体験で、ダントツナンバーワンに感動した、それがね、このね、フリードリヒス浴場なんですよ。さあ、皆さん、行ってみましょうかっていう。さあ、チケット買いますかっていう、ね。うん。まあ、そんなところでね、食べたのがね、Haxeっていうね、あの、豚肉のすね肉のね、あの、ドイツだと割と定番料理なんですけど、ハクセですか？ハクセ、シュバイネハクセっていうね、巨大な肉の塊で、まあ本当に、まあね、アメリカの人とか肉普段食ってるでしょ。これはもうなんかドイツのザ肉っていう感じのね。まあこれこれで美味しかったんですけど、料理の話はそこそこに。チロリンさんどうでした？見て、混浴行きたくないですか？恥ずかしいよ。はいはい、私のやだ。私の胸すごく大きい、だから心配ですよ。はい。いや、羨ましいわ。いいじゃん、見せびらかしてあげたらいいじゃん。うんうん、まあ、そんな感じでね、ぜひ皆さん行ってみてください。はい。では、続いてシドニーさん、あなたの忘れられない旅飯教えてください。ディトロイトに行ってきました。私の子供、うん。生まれたの時すごく興味ある、うん、なんで私の子供、あの長女と2番目子供もなんで私の顔ちょっと違います。そうすると、あ、おしゅうさんの娘さん、はい、うんうんうん、はい、私の娘。そうすると、うんうん、インターネットでこのページ行きました、うん、ancestry.com、 このウェブサイトでファミリーツリー作りました。うん、あーすごい。ファミリーツリーっていうのは家系図みたいなことかな。はいはいはい、ご先祖様をたどっていくみたいなことな。はい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 。わかる、私、あのお母さんのファミリーツリー。私のお父さんファミリーツリー、ちょっとおじいちゃんのところあまり分かんなかった。はい、うん、そうすると、うんうん、あの注文しました。DNA 試験、うん、あ、遺伝子的に本当にファミリーなのかみたいなのが分かるっていうこと、はい、はいはい、お父さんの親戚、うんうん、ディトロイトのところですよ、うんうん、にいるんだ。 あ、はい、あ、ごめんね、ちょっと整理させてもらうと、そこの、アンセストリーっていうのかな、そこので見つけたシドニーさんのおじいさんの系譜の親戚が見つかりましたと。はい、見つかりました。はい、見つかって、でも本当にそれが正しいかどうか調べるために DNA 検査をやったと。はい。ということなんですね。はい。で、その結果は親戚だった。正解ですよ。正解。はい。すごいね。そうすると、すごいね、一生懸命 Facebook で、うんうん、探した。見つかりました。すごい。何、その時点で連絡取り合ってるわけじゃないけどっていうことなの、はい、それは。はいはい、DNA 試験だけ、その人実はあなたの親戚、うん、そうですか。そうすると一生懸命 Facebook で探したその人、うんうん、見つかりました。あの顔見たら、うん、私のお姉ちゃん似てる。おお、これだと思った。はい。そうすると、休み時間あったら、うん、早速会いたいですよ。はい。コネティケットから、ペンシルベニア、ニューヨーク州、ペンシルベニア州、オハイオ州、ミシガン州、うん、そう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 、結構あるんだ、遠いんだ。はい、遠い、うん。そして運命の再会、うん。あの鏡みたい。え？おお、ちょっ
と私見てるよ、はい、写真がありますので見てください。もう見たい見たい。あ、こちら、うわかわいい、すごいな、はい、いや、やっぱなんかファミリー感あるね、はい、はい、どことなく似てるね、はい、皆さんたくさん泣いてた、うん、泣いてた、はい、たくさん親戚その日来ましたよ、うん、みんなシドニーさんに会いたくて、はい、会いたいです、みんな集まってくれたんだ、はいはい、おじいさんの兄弟とかってことかな、おじいさんの3番目の奥さん、うん、はい、あなるほど、そこで、うん、はいはい、じゃあおじいさんは同じだけどっていうことなのかな、はい、はい、おばあちゃん、はい、でも、うん、離婚して多分若いだから16歳結婚しました、はい、早い、あ、そうなんだ、はい、それも分かってんだ、はい、4人子供作りました。はい。離婚して、うん、違うの人、別の奥さんと、はい、引っ越ししました、ディトロイトのところ。はい、ああ、そうなんだ。皆さん、プラネットフードビデオ見ましたよ。どうでした？大好きみたい。大好き？ちょっと宣伝しよう。シドニーさんのファミリーに宣伝したらそれだけで10人ぐらい登録者増えるから、はいあ、そうだ、これ送ってあげたらいいんだよ、はい、多分シドニーさん夢ですよ、早く会いたい、あー、そっか、シドニーブラウンがやってくるわ、はいそんなシドニーさん、デトロイトでは何か食べてきたんですか？デトロイトでフォードカフェに行ってきましたよ。フォードって、はい、あの自動車のフォードですか？はい、ヘンリーフォード、ヘンリーフォード、はい、カフェ、それでも知ってる、うん、はい、すごい、なんかちょっとレトロな、昔のガソリンスタンドみたい、おーおーおー、もうクラシックカーみたいなのも、はい、ここ行きたい、フロントのハンドもガソリン、なるほど、はい、あ、なんかおしゃれな感じだな、ね、おお、すごいね、はい、おお、おいるね、フロントの社長よ、はい、美味しいものよ、ブルーチーズバーガーすごいな。え、それにさ、これってどうやって食べるの？ぐしゃって潰すの？その感じよ。変えて食べるの？はい。はい。だって相当あるよね。これはいいな。はい、いいですよ。問題ないよ。本当？ほんまによ、ほんまによ。わかる、日本人はカットして、はい、あ、日本人切るね。ピースそうそうそう、なー、時間かかる。日本人切ってるよ、ね。早く食べたい。ものすごいボリューミーでね、美味しそうなチーズバーガーで。美味しかった。ブルーチーズが美味しそう。はいはい。もうなんかベーコンもさ、これ、ね、いかにもアメリカっぽいカリカリのベーコンでさ。はい、はい、これはプレッツォですよ。ドイツのプレッツ、ドイツのパーム。おーおーおー、はい、プレッツか。ちょっと塩パンみたいなやつ。チーズソースとマスタードソースありますよ。あ、美味しそうだな、意外と。あの左側は旦那さんよく、うん、好きですよ、うん。フレンチアニオンスープ大好き。おお。これそうなんだ。でも透明な感じじゃないんだね。チーズ乗ってる。でも私好きじゃない。美味しそうだなこれ。あ、そうなの。ないこのスープ。シドニーさんダメなのこれ。はい、美味しそうだね。はい、シドニーさんヤギのスープの方が好きなんでしょ。いいとこ持ってきたな。ヤギのスープね。そう、ヤギの方が好きだから。ヤギのスープって旦那さんと揉めるからな。はい、シドニーさんありがとうございます。はい、では続いて、まゆみさん、あなたの忘れられない旅飯教えてください。私は絶景の地に行ったことがあります、うんうんうん、カナダにあるバンフという小さい町に来ました、うんうんうん、あ、シドニーさん知ってますよ、はい、いいところ、はい、
これはもう本当にシドニーさんにも、うん、マメスケさんにも行ってもらいたいです。うんうん、気になる。どういう場所、はい、はいはい。ここがバンフ。カナダのね、うんうん。中央ぐらいにあるのかな。そうです。かなり山の中にあって、そこにある湖がここ。マジで、はい、すごいね。本当にこんなエメラルドグリーンの色をしてるんです。もう空と山と周りの木々とこの湖の色のコントラスト、もう色がすごくて、もう一日中見てられます。絵はがきみたい、本当に、はいはい、もう本当に、すごいな、すごいな。もう反射しちゃってるよ、これ。反射してるのはやっぱり特別な時間だとか天候条件とかが揃わないと、ただ本当にこんな風に綺麗に見えるんですよ。すげー、はい、でここが本当にちっちゃな町のメインストリートとかがこんな感じなんですけど、もう町自体は本当にちっちゃくて、観光の人が来るホテルだとか、ちょっとした宿とかレストランとかお土産屋さんぐらいしかないんですね。で、ロッジみたいになっているところが多くて、まあ、雰囲気ありますよね、うん、で冬はありえないぐらい雪が積もるんで、スキーとかスノボをする人がよく訪れてるんですね、うん、なるほどなるほど。で、私が行ったのは5月とか4月とかだったんで、本当に日本のゴールデンウィークの時期に旅行してそう、なるほど、雪があんまりない時で、あのエメラルドグリーンの湖を見てきたんです、うん、まさしくあ、うん、このタイミングだとああいう絶景が見れるのね、うん、ここでいろんなものを食べてきまして、まず食べてきたのがバッファローのステーキ。バッファロー、そうこれね、バッファローって硬いかなと思ってたんですけど、うん、柔らかくて美味しい、そうなんだ、そう、ガラガラヘビも食べたの。ガラガラヘビ、あーやこれはステーキじゃなくて、うん、本当にグリルしてあるガラガラヘビを食べてきたんですけど、うん、ちょっと硬くて、なんか私はガラガラヘビよりバッファローのお肉の方が好きだったんです。いけない、怖いよ。あと他にも、そう、他にも食べてワニのお肉を食べてきました。っていうかシドニーさんダメ？はい、ダメですよ、はい。ガラガラヘビが爬虫類系。怖い怖い、ヘビ怖い怖い怖い。ガラガラヘビは、ね、私本当にもう食べないかな。癖があるんだ。いやもう。なんか匂いもちょっと独特だなって思ってて、あと本当に噛めないぐらい硬い感じが、なるほどね、まゆみさんカンガルーとかいろんな肉食べた、まゆみさんだけどガラガラヘビはちょっと嫌なの、ね、カンガルーは美味しい、カンガルーとバッファロー美味しいです、あとワニ美味しい、カンガルー、バッファロー、ワニは美味しいです。で食べ物も美味しかったんですけど、うんうんうん、名物だよって言って店員さんに教えてもらって飲んだのがアイスワインっていう種類だったんです。それが最高に美味しかったです。へえ、そうなんですか、うん、カナダワインいっぱい。へえ、はいはい、そうか、カナダとか意外と北だからなんかね、ワインとか作りづらいイメージあるけどね、あるんだね。あります、あります。だって私お土産で買って帰りましたもん。おおほうほう、あ、それぐらいハマったんだ。そう、美味しかったんです。あ、そう、はい、わかりました、ありがとうございます、はい。